はい、皆さんこんにちは。ハミツワップ編集部の佐々木彦です。はい、シャーザンのロゾーです。そしてついに来ていただきました。おはようございます。もう僕ちょっとほら見切れてますからね、桜井。そっち寄りすぎないこれは悪い。今回は新メンバーということで、桜井くん今どんな感じかでちょっと気になることとかあれば。初心者なんで。ちょっと俺は全員初心者。パッと見ベースレベル57いっちゃってんすよね。我々より高いっす。ちょ見して捨て、見して捨て。ちょジョブなんだ。ジョブなんだ、その辺で。ウィザードです、ウィザード。あ、魔法使いね。いいんじゃないですか。ここ被らなかったですね。これ前回の動画で被ったら変える、ジョブチェーンさせるっていう話だった。なるほど。え、お二人何なんですか。俺はクルセイダー。そう、で俺がヒーラーやるってことで、今まだアコライトだけど転職してないから。ただこの盾、アタッカー、ヒーラーってシナジーが発揮される場面今んとこない。なんか俺ヒーラーでやってて、なんかちょっとこれ敵倒すのとか遅いんじゃねえかな。ちょっと気になってるところは。ちょっとね、ボスとか行くようになったら。そうそう、そういう時に初めて役に立つと。装備も見せて。あ、装備ね。装備さ、なんか最初のガチャの装備でいいよね。なんかね、最初のガチャで多分運がよく武器手に入って。ああ、はい、これがはいはい、対応する。これめっちゃ強くね。なんかさ、結構進んでもずっとこれじゃない。なんかしばらくはこれ強いっぽいですね。そうだよね。最終的には制作の方が強いみたいな話なんですけど、ただ序盤は全然これ一本でいけるし、多分防具もそうだよね。とね、これとね、靴とね、多分マントはそれだよね。そうそうそう。3回引いたら被らなかった。出た。ただ服だけは多分ね、あれなんだよね、ちょっとなんかちょっとねこうなっちゃうんだよね。あー、レザージャケット。そう、しかももう強化もしてるし。強化全然してないですよ。多分引き継ぎのやつでしょ。なんかその、あー、前のやつからあれか、引き継ぎなんか。帽子とかはなんかおしゃれになってる。これはサブクエですね。あー、なるほどね。作ったの欲しい。それ作ったんだ。これ作ったか、その報酬で出たかってこと。この辺は全部サブクエで。あー、 3D メガネ、あの伊豆の、そうですね、右側にあるやつ。お話、ストーリーなんですか。なんか絵描いてるやつ。そう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 、してもらえるやつ。まあでもちょっと実際やってみてどうかっていう話も聞きたいから。確かにね。最近何してる。メタルラ倒してます。メタルラってやつがめっちゃ美味しいらしいんですよ。なんか俺もそれはるか昔に聞いたことある。もう古いじゃん。で、50になったら美味しいって言って。はい。で、僕50になったらそこ目指して50になった。あ、なるほどね。で、50になってからメタルラを買って1日経ったらこうなりました。じゃあメタルラ見して。メタルラ見に行きますか。まあちょうどこその50レベルぐらいの人にとっては情報としては、なんかね、80ぐらいまではもうメタルラ行ったかもしれない。え、マジで。え、じゃあ混雑してんの、その狩り場というか。結構人いますね。ちょっと俺、しかもウィザードの戦い方よう知らんから、ちょっと見てみたいわ。ウィザードは無属性魔法を打ち込みまくる。敵怖っ。俺虫苦手だからめっちゃ怖いもん。こいつメタルラ。あ、本当だ、いたいた。オッカーの上位種みたいなことか。なるほどね。周りにいるあのカマキリみたいなやつも怖くてしょうがないの。怖すぎる。それ虫が苦手って話でしょ。あ、でもメタルラ狩りみんなしてるんだ。みんなしてるんですよね。メタルラが絶滅してるよ。ほんと。でもここでこうやってメタルラで55レベルなんだね。でもこれで80までいくっていう話なの。これなんかその80くらいまではいけるんだよっていう話を聞いて、50まで上げるのが目標でした。なるほどね。目標を達成したところ。はいはいはい。で、まあまあ引き続きこうメタルラ借りでもいいし、何でもいいしって感じだった。とりあえずなんかレベルは裏切らないかなと思って。まあまあベースのね、やっぱそのね、レベルは確かに高い方がやれることも増えるし、いいよね。思いました。はい。デジタルな考え方です。ペットは。ペット俺なんだ、ペットを手に入れるのに結構こうハマり始めて、最近なんか楽しくなってきた。デミングにハマりつつあると。今そうなんですよ。ミヤボールしてた。ミヤボール、ミヤボールやめろよ。これミヤボールしてたら悲しむよ。これババアさんね。ババアさん、俺の名前にしてる人もすでにこの横に2人いるんだけど。しかも全体的にちゃんと上げてるね。まだこの3体しかいないです。でも俺も今この3体ですね。冒険者レベルとかは。冒険者レベルがね、10。それもじゃあじわじわ上げていかなきゃいけないかなって感じなのか。なんかやっぱここ大事なことにね、最近気づいたんですよね。はい、パラメータも上がるし、現状調査員ですからね。うん、次の称号がやっぱそうだね。上げたいんですよ、ここ。はい。じゃあまあでもそれはまた別の機会に。あとなんかあ、レベル上がってるもん。乗り物みたいなのにも乗ってない感じするけど、どう。ああ、なんか徒歩移動してたんですよ。いや、あれはなんかすごい強い人限定じゃないですか。ペコペコ乗ってないっすよ、この人。俺グランペコペコ乗ってる。
課金するの？グランペコペコ課金するの？あ、じゃあもうあのペコペコさんは乗れるの？乗れるはず。はい、ということで、はい、プロンテラ持ってきましたけども、うん、そこにこの今プロンテラの、まあ、こうマップで言うたらこう、まあ、ちょい、まあ、上の方ぐらいかな、真ん中ちょい上ぐらい、はい、のところに今グランペコレンタルと、うん、ナイトペコペコレンタルあるんですよ。これこれどっちなのか俺分かんないけどな、ウィザードってどっちかいけるのかな。ナイトペコレペコレ、はい、うんうん、ナイトペコレはちょっと無視されました。グランペコレンタはグランペコレも無視されますね無視されるの。じゃあ他のペコはいないの？他のペコない。あ、持ってる人いたね。おお、はい、で今ちょっとペコペコ乗ってる人いたんで、はい、ちょっと捕まえてみましたけども、うん、これどうやら、ね、このグランペコ、うん、これソードマン系統しか乗れないっぽい、ね、ソードマンから派生してくる。そうっすね、一時食二時食しか乗れないんだ。え、すごい。だって移動速度これは 25だよ。これ結構違うんですよマジで。もう一回歩けってかまあやっぱこう先陣を切って突っ込めってことなのかな、うんうんうん、まあそういうことなんですかね。タンクはタンカーは、はいはい、まあでもこのペコペコを使ったその騎乗攻撃みたいなのもあるんで、そういうやっぱユニークなアイテムなんですね。そういうことなんですね。なるほどなぁ、ね、おいおいね、どうせ転職していろいろ変えたりとかできるようにすげえやる、うん、っていう風になるかもしれないですね。なると思うんだけど、はい、まあじゃあ最後だからここまでやってきて感想っつうかヤグマスの、はい、ああ、まあでもやっぱいろんなゲームやってるじゃないですか、うん、なんでがっつり触るっていうことがね難しいんですよ。このラグマスはかなりその自由度高くて、うん、割といつやってもいい感じがいいですね。なんか煽られないというかね、うん、そのなんか、うん、普段すごい煽られてるみたいなまあでもなんか競争まあねやんなきゃって感じじゃないですか。ランキングとかそういうねランキングもないですし、そう、うんうん、なんかもう早く強くなりてっていう感じじゃなくて普通にのんびりやっていけるっていうのが、うん、まあ、それぞれのペースでやれるっていうのが、あとやれること非常に多いんで、いや多いね、だし分かんないこと多いよね。新たな発見とかもあって、うん、調べながらやったりとかね、うん、日々新鮮っす、うん、はい、今後もねこれからこの3人で動画出していくので、はい、はい、そちらも楽しみにとお願いしますということで、ね、今回は、新メンバーをご紹介しましたはい、いうわけでまた次回お会いしましょう、はい、バイバイ。いろんなことを